時は室町時代、応仁元年に起こった足利将軍家の跡目争いに端を発する幕府内部の権力闘争、いわゆる応仁の乱は、瞬く間に京から地方へと飛び火し、日の本を戦火で覆い尽くした。戦国時代の幕開けである。14年に及ぶ乱により、幕府を頂点とする秩序はもろくも崩れ、力さえあれば己が主君をも蹴落とす下克上が各地で横行した。武士が巻き起こす合戦は罪なき民をも容赦なく包み込み、歴史に語られぬ数多の悲劇を生むこととなる。そしてさらに数十年の時を経て、下克上の世を勝ち抜いた者たちの中に、乱世に歯を唱えんとする者が現れる。彼らは時の都である京より天下に号令せんと、こぞって上洛を目論んでいた。野望をひしめく戦国の世を生き残り、新たな時代を切り開く者は果たして。なあ、信長様、本当にやんのか？ああ、来たぞ。あれを奪う。結構な数だな。だからこそ油断している。まさか俺たちに狙われているとは思うまい。なるほど。普通のやり方では乱世に飲まれるだけだからな。又沢、負けると思うか？聞くなよ。俺はお前を信じるだけだ。行くぞ！天文15年、旧来の支配体制が瓦解した終わりでは、激しい権力闘争が続いていた。そのような情勢下で、一人の若者が元服を果たす。織田信長である。好奇心旺盛で破天荒な振る舞いを好む信長は、幼なじみの又沢こと前田利家と共に遊び暮らす日々を送っていた。父の後を継ぎ織田家当主となった後も、信長の素行が改まることはなく、家中の者たちは頭を悩ませ続けた。そんな中、駿河の大大名今川義元が、三河の小大名の嫡子徳川家康を人質とすべく、護送の兵を派遣する。天下に最も近いと言われる義元の動きに誰もが静観を決め込む中、ただ一人信長だけが動いた。わずかな手勢のみを率いて城を飛び出した信長は、家康を奪取すべく今川軍を急襲したのである。信長編第一章、夜明け前、今川急襲。家康、聞けば駿河の今川家当主義元は、将軍にとって変わらんと上洛を企てているそうだな。
はい、確かなことは分かりませんが、そのような噂は耳にしたことがありません。ならば義元に勝てたなら、俺は天下すら狙えるということか。天下？ざれ事よ。しかし、座して滅びを待つくらいならば、俺は乱世に抗う。家康、お前も共に戦ってみぬか。乱世に抗う、なんと壮大な。ですが、私でお役に立てるでしょうか。その覚悟があるならば、お前を人質としては扱わん。お前も俺を兄とでも思えばいい。はっ、この家康、必ずや信長殿の、いえ、兄上のお役に立ってみせます。やれやれ、信長様の蛮勇には骨が折れますな。下の者の苦労も少しは分かっていただきたいもんです。そう言うな勝家。兄上の槍用は蛮勇にも見えるが、その実勝算あればこそ仕掛けているのだ。さすが信行だ。信長様のことがよく分かってるじゃねえか。言葉に気をつけろ、としえ。信行様だ。何度も言わせんじゃねえ。幼い頃からの付き合いだからな。私のことは呼び捨てで構わないさ。それよりまたさ、こたびは苦労をかけたな。これからも兄上のことをそばで助けて差し上げてくれ。なあ、任せとけって。この槍のまたさがいる限り、誰にも信長様を撃たせねえからよ。そいつは頼もしいこった。今川家の人質となるはずだった徳川家康を奪取し、信長は兵を引き上げた。家康を得て三河に楔を打ち込んだ信長は、次なる一手として北に隣接する美濃への侵攻を決断。この頃美濃では剣謀術数を駆使して成り上がった斎藤道三が旧国司を退けて支配の実権を握っていた。マムシの異名を取る道三は信長の父信秀も攻めあぐねた難敵であった。真っ向から挑んでも勝機は薄いと判断した信長は、弟信行らと共に美濃への侵攻を試みる。美濃襲撃。兄上、尾張国内すら一枚岩ではないというのに、斎藤道三を相手に戦など無謀に過ぎます。だからこそ挑むのだ。もし道三に勝てば、織田の武名は高まり、尾張一国従わぬ者はいなくなるだろう。恐れながら信長様、戦は博打じゃございません。負けた時のことも考えていただかねえと。やめよう勝家。信行兄様が反対してもダメなら、もう信長兄様に何を言っても無駄だと思う。一は兄のことをよく分かっているようだな。信行、権六、承知してくれるか。申し上げるべきことは申し上げました。この上は私も腹をくくって美濃にお供しましょう。信行兄様だけに苦労はかけさせない。私も美濃に行くよ。いいね、またそんな無茶なことを。ま、姫も行って引っ込むお方じゃねえか。聞いたか家康、美濃に攻め入ることになったぞ。はい、先ほど私たちにも出陣の下知が。兄上のお役に立つ好機、心して望まなくては。気合入ってるじゃねえか。信長様もお前に期待してるみてえだ。頑張れよ。
半蔵、平八、出陣の支度を急いでくれ。なんだ竹千代、随分と張り切ってんだな。ああ、必ず手柄を上げて、私が一人前の物の筆であると兄上に認めていただかなくては。その意気はよし。とはいえ賞賛は五分にも満たぬ。若、くれぐれもご油断なきよう。斎藤家家臣、明智十兵衛光秀と申す。いざ尋常に。長い！法を止めたか。無作法な。この石頭は、このうつけは俺が切る。稲葉山城を落とすには至りませんでしたが、まさかあそこまで道三を追い詰めるとは。まあしかし道三はさすがに強かったな。道三に従う将もしかり、面白そうなやつも見たぞ。あの石頭、名は何と言ったか。兄様はなんでそんなに気楽でいられるの。命を落としてもおかしくない戦だったのに。確かにこたびは際どい戦でしたが、あんな無茶な戦、しばらくはごめんです。そうだな、しばらくは控えるとしよう。頼みますよ、本当に。美濃より和睦の使者が参ったとか。ああ、その証として織田との縁組を申し入れてきた。道さんの娘を俺に嫁がせたいそうだ。兄様が気に入られたってことなのかな。その縁談受けるつもりなの。斎藤家との縁談がなれば、当面の敵を今川に絞ることができる。私は賛成です。うん、この話受けてやるか。破談にしては道さんに恨まれようしな。私も仲良くできるといいな。でもマムシの姫君か、すごく怖い人だったりして。それも一興。信行、話を進めておけ。承知しました。不服か、この縁談が。私は役目を果たすだけ。大義なことだ。敵は本能寺にあり。明智殿、ご謀反。来たか。是非に及ばず。